どうも、ハンサムクローチです。今日はシュークリーム買ってきました。クロッカンシューザクザクっていうね、シュークリーム皆さんご存知ですか？原宿、新宿、蒲田、池袋、東部、台北で買える全然お店がそんないっぱいない、都内にいないとちょっと買えないやつなんですけど、すっごいね、美味しそうっていうか、まあ一回食べたことあるんですけど、美味しいシュークリームあるので皆さんにご紹介したいと思います。新宿、原宿、池袋来た際はぜひお召し上がりよということで、じゃじゃん、クロッカンシューザクザク買ってきました。ミルクフロム北海道ファーマーズだそうです。このお店の近くに行っただけでもうすっごいいい匂いするんですよね、シュークリームの。たまんないんだよな。うわー、見てください、このザクッとしてる感じ。あー、いいシュー生地の香り、ちょっと香ばしい。もう全然関係ないんだけど、袋もね可愛いんですよ。ザクザクって書いてます。ザクザク、本当にこれがザクザクするんですよ。いただきます。うまい、うまい。クリームもうまいし、やっぱりなんといっても皮がザクザク。なんだろうこれ、このザクザク成分。うまい。ごちそうさまでした。これ本当美味しい。10ハンサム。すごい、ザクザク感を作るクロッカンシューを手作業で焼き上げ、注文後に出来たてのクリームを1本ずつ入れると、まあ、これはねビアードパパも一緒だ。アーモンドを砂糖と卵白でコーティングして焼き上げたクロッカン、あの周りのザクザク、へー、クリームもねめっちゃ美味しいんですよね。いや美味しかった、まあ、とにかく皮のザクザク食感がすごい、噛んでて楽しいし美味しい。で、香ばしさもあって、でクリームもねこだわっててさっぱりしてますね。で、ほのかにこうバニラビーンズの香りがして、あと2、3本いけるなっていう感じですね。ちょっと前までチョコバージョンもやってたんですよね。あとね、ソフトクリームとかも売ってるみたい。うまっ。もし気になる方はぜひ東京に来た時、東京住んでる方でまだ食べたことないって方はぜひ食べてみてください。とってもとっても美味しいです。おすすめです。というわけでこの動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。以上、ハンサムクロージーでした。バイバーイ。